アイテム番号 SCP-722JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-722JP。1が発見された場合はカバーストーリー。爆破テロ予告によって 1km 四方のエリアを封鎖し、直ちに財団職員を配置してください。その後、爆薬をくくりつけた D クラス職員を SCP-722JP-1 に向かわせ、SCP-722JP に襲われたことが確認され次第、爆薬を起爆させ、無力化してください。作戦終了後に発見された SCP-722JP-1 は溶接し、扉としての機能を封じることで、再度利用されることを防いでください。SCP-722JP が原因で建造物の倒壊事故が発生した場合、カバーストーリー、経年劣化による痛ましい事故によって、事態を収束に導いてください。説明 SCP-722JP は人間を捕食することに特化したトタテグモの仲間です。SCP-722JP は普段は土中を掘り進めながら生活しており、この過程で毒腺から分泌される毒液により、主にカルシウムや鉄などを液体に変化させ、それを消化吸収し、栄養の一部としています。この生態により、SCP-722JP はコンクリートが埋め込まれた現代の土中なども自由に掘り進めることができます。また基準室の外骨格に加えて節足動物にはありえないカルシウムで構成された内骨格も有しており、全長1メートルから2メートルという規格外の大きさを実現しています。SCP-722JP の最大の特徴は、途中で入手することが難しいタンパク質の確保のために、巣穴の入り口に日本社会で広く用いられる開き戸によく似た扉、以後 SCP-722JP-1 と呼称を作ることです。SCP-722JP-1 の多くは、地下鉄やトンネルなどの横壁が地面と接しており、時間帯によって利用者の数が大きく増減する場所に制作されます。SCP-722JP は地面に伝わる振動の数から SCP-722JP-1 作りに適した場所を見つけ、物音が完全に消え去ったことを確認すると SCP-722JP は穴を壁の裏側まで掘り進め、SCP-722JP-1 を扉として機能するように壁をくり抜き始めます。そしてその作業が終わると SCP-722JP-1 を開き、その外側を足に生えた細かい毛で磨き始め、光沢をつけます。最後に食道の直下に蓄えられている分泌液で液体化させた鉄を取ってとして球状や棒状に再加工し、取り付けることで SCP-722JP-1 は完成します。完成後は SCP-722JP-1 の半径3メートル以内に獲物が入ってくる。SCP-722JP-1 の半径50メートル以内から獲物以外の物音が聞こえないという2つの条件が揃うまで SCP-722JP は巣穴の中で待機を続け、条件が揃った瞬間に SCP-722JP-1 から飛び出し、獲物を巣穴の中に引きずり込み捕食します。この捕食行動によって SCP-722JP-1 は開かれますが、SCP-722JP-1 はすべて、外開きとして機能する形になっているため、内側が SCP-722JP の足の一本と糸で繋ぎられていることで、巣穴に戻った瞬間に閉じられます。SCP-722JP-1 は SCP-722JP の捕食時以外は開かれることはありません。使用中の SCP-722JP-1 以外は SCP-722JP の糸によって内側から押さえつけられているため、人間の力で SCP-722JP-1 を開くことは叶わず、重機による強引な解放や隣接する壁の破壊などは全て SCP-722JP の巣穴の奥への逃亡という結果に終わりました。また SCP-722JP-1 内部への侵入に成功した場合も SCP-722JP により巣穴の天井を崩され、調査不能という結果に終わります。これまでの SCP-722JP の生態から、事前に機動部隊を待機させる案が発案され、実行に移されましたが、機動部隊の呼吸音や絹ずれの音を察知され、失敗に終わっています。財団が SCP-722JP の存在を初めて確認したのは、2000年月、日、県の、市の学校を中心に広がっていた、トンネルの開かずの扉の階段を調査していた時です。この階段の実態の調査に向かっていた調査員が失踪、トンネル内にカメラを設置し、D クラスを用いて再度調査をしたところ SCP-722JP-1 に引き込まれる D クラスと SCP-722JP をカメラが撮影したため発見されました。
SCP-722JP は初期段階では実験のために捕獲作戦が取られていましたが、獲物が一人にならないと顔を出さない慎重さと逃亡能力の高さから、生きたままのサンプルの入手は困難と結論付けられたことに加え、その生態ゆえに、トンネルや建物の基礎を食い荒らし、倒壊事故へと発展させるため、実験結果をもとに現在の無力化作戦が取られています。2000年現在、発見された SCP-722JP、1は本州で、箇所に上り、そこから予想される SCP-722JP の総数は最低でも、匹と考えられます。実験記録 722JP、1、日付2000年、月、日。対象柴犬、実施方法 SCP-722JP が人類以外を捕食対象とみなすのかの実験、柴犬をトンネル内に向かわせ様子を見る。結果 SCP-722JP は柴犬に興味を示しませんでした。分析 SCP-722JP は対象の出す物音によって獲物かどうかを見極めているのかもしれない。次の実験ではもっと人間の体重に近い動物を使用するべきだ。実験記録 722JP、2、日付2000年、月、日。対象日本時間、実施方法 SCP-722JP が人類以外を捕食対象とみなすのかの実験、日本時間をトンネル内に追い込み様子を見る。結果 SCP-722JP は日本時間に興味を示しませんでした。分析対象の体重は関係ないようだ。SCP-722JP は何らかの方法によって捕食対象を判別しているらしい。実験記録 722JP、3、日付2000年、月、日。対象チンパンジー、実施方法 SCP-722JP が人類の地下演習を捕食対象とみなすかの実験、チンパンジーをトンネル内に追い込み様子を見る。結果 SCP-722JP はチンパンジーに興味を示しませんでした。分析あくまで標的は人間らしい。彼らの進化は人類を捕食するという一点において最善の選択をしてきたようだ。今後の実験は SCP-722JP の無力化に重点を置くことにする。実験記録 722JP、4、日付2000年、月、日。対象 D-42351。実施方法 D-42351 にカメラ付け発信機と自動小銃を持たせ、SCP-722JP の戦闘能力と SCP-722JP 内部の規模を記録する。結果自動小銃は SCP-722JP の外骨格を傷つけることはできず、D-42351 は捕食されました。また最終的に GPS は SCP-722JP-1 から、刑務先を指し、カメラには、引きの SCP-722JP が映し出されました。分析自動小銃程度では歯が立たないようだ。SCP-722JP は獲物が一人きりにならないと顔を出さない。しかし人一人の力では SCP-722JP の瞬発力と防御力の前で話す術がないだろう。人間一人で SCP-722JP を無力化する方法はないだろうか。そして今回の映像で SCP-722JP は一つの巣穴を複数の個体で使用している可能性が高まった。SCP-722JP を無力化するとともに SCP-722JP-1 も無力化する方法を考えなければいけない。実験記録 722JP-5、日付2000年、月、日。対象 D-62378。実施方法 D-62378 には中身を知らせず爆薬の入ったリュックを持たせ、SCP-722JP の無力化を図る。結果 SCP-722JP の無力化に成功しました。しかし、同時に巣穴内部の天井を別個体に崩されたことによって、内部の調査には至りませんでした。分析無力化には成功した。しかし一匹の SCP-722JP を無力化するのに毎回 D クラス食塩を消費するわけにはいかないだろう。もっと効率的な無力化の方法を探すこととする。また別個体による SCP-722JP-1 の再利用を防ぐために、SCP-722JP-1 を溶接し、扉としての機能をなくすべきだ。